皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は海外のアクアショップリポート台湾編についてお話をしていきたいと思います。実は先月11月の中旬に台湾にちょっと出張する機会がありまして、まあ、その際せっかくなので、前々からねちょっと海外のショップさんをちょっと見てみたいなということもありましたので、台湾にある、素晴らしいショップさん、2軒、ご紹介していきたいと思います。この2件につきましては、店主さんがですね、心よく、このね動画を撮影であったりとかお話を伺ったりとか、受け入れていただきましたので、そのあたりも日本のショップとどんなところが違うのかとかね、海外のショップさんの、店内のレイアウト水槽とかもね、バッチリねこうね撮影できましたので、そのあたりもいろいろとお話をしていきたいと思います。今回はですね、台湾の、台南市にあるアクアクローバーさんにお邪魔しました。台北からは、台湾新幹線で約1時間半ぐらいの距離にある台南市というところにやってきました。本当にね、台湾屈指の、実力派のショップさんということで、ね、ぜひねここの店はちょっと私も一度はね、訪れてみたかったんですけども、中がどのようなレイアウトになっているのか、そしてどのような商品があるのかなんかをね、全てご紹介できればと思います。では入っていきたいと思います。このような感じでですね、まあ、内装もねすごくおしゃれですよね。このね ADA のこのねモニターに映ってますね。まあ、それだけねネイチャーアクアリウムに力を入れておられるショップさんです。このレイアウトとかもね、まあ、すごいですよね。やっぱり、コンテストの上位にランクされる、ショップさんなので、もうレイアウトのデザイン、構図とか、まあ、やっぱり、まあ、突き抜けてますね。まあ、ザ・水草レイアウト水槽ということで、まあ、こちらのね、水槽はね、なんか、思う通りにいかなかったってね、オーナーさんがおっしゃってたんですけど、いや、でもね、本当に力強い構図で、流木で、やっぱりね、レイアウトのね、レベルすっごいですね。めちゃくちゃかっこいいです。で、管理も徹底されてます。ものすごく綺麗でした。でお魚の状態もねきっちりねやっぱメンテナンスされてるんで抜群に良かったですし、でまたこんな感じでですね水草もねいっぱいこう、ストックされておりましてね、こんな感じで、まあ、水草の状態もすごく良かったですね。やっぱりこのね台湾のトップクラスのお店ということで、すべてがきっちりと綺麗に管理されていました。でね、日本とね、違うところをね、ちょっと一つ見つけたので、ね、オーナーさんにちょっと聞いてみたんですけど、組織培養のね、カップが1個も売ってなかったんですよね。で、これ、なんでかなっていうね、感じがあったんですよね。日本のショップさんって、まあ、大体どこの店に行っても、必ずね、冷蔵庫があって、その中にね、組織培養のカップが、あって、みたいな感じなんですけど、こちらのショップさんなかったんですよね。で、ちょっとね、お聞きしたところ、なんでですかって聞いたら、台湾はですね、水草ファームがね、あるんですよね。至るところに。やっぱり気候がいいということもあって、非常に安価に生産ができるという環境があって、組織培養よりはるかにコスパがいいらしいです。この水中で育ててる分は。なので、組織培養の値段がものすごく高いので比較して、水中の水草で販売しているそうです。で、こちらのね、水景も綺麗ですよね。本当にね、遠近感というかこの作り込みも綺麗ですし、やっぱりねアクアクローバーさんのオーナーさんっていうのは、まあ、とにかくネイチャーアクアリウムを突き詰めてさらにこのね緻密なデザインをされているということで、私自身もねもう本当に好きな水景いっぱいあって、水草の状態もいいですしね、もう本当にもう快適ですね。店内もすごく綺麗ですし、まあ、やっぱり私もねこういうショップさんはもう本当に素敵だと思いますし、でなおかつレイアウトデザインのレベルが高いと、まあ、スタイルとしてはね結構当店とね近いところがあるんですけど、ね、これもね仮組の途中っぽかったんですけど、まあ独創的というか迫力があってかっこいいですよね。
めちゃくちゃね、もうね、素敵でした。もう惚れ惚れとするような、水系と、まあ、管理技術、素晴らしかったですね。大体ね、このね、シダのね、出来具合とか見ると分かるんですよね。うん。やっぱめちゃくちゃ綺麗に管理されてます。過去に、ね、コンテストに応募されたパネルなんかも貼られていました。やっぱりね、本当ランキングも実績残されてるオーナーさんなんで、もうやっぱり、素晴らしいです ね。レイアウト素材もね、結構こう充実して販売されてまして、まあ、なぜかね、八海石っぽいのがね、転がってたんですけど、まあ、八海石もね、これ八海石ですかっていう話を聞いたんですけど、いや、これはね、ちょっと東南アジアから来ている石らしいです。ただ、現地でももう取れなくなっているとかで、なかなか、まあ、台湾には輸入がもう今後、ちょっと難しいんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたね。結構ね、かっこいいですよね。まあ、見た感じ、ほぼね、八海石とね、変わんないですよね。まあ、こんな感じでね、機材もいろいろとあって、まあ、素敵なお店です。はい、次に、別のお店にやってきました。同じく台南市にある、こちらのショップさん、アクアビキニボトムさんにやってまいりました。こちらのショップさんはなんといっても、世界ミックスレイアウトコンテスト IAPLCG で素晴らしいランクを取っておられるオーナーさんが経営されているお店です。こっち音なんですけど、めっちゃカメさんがいますね。これカメがいっぱいいます。こちらにはビオトープですかね。非常にトロピカルなムードがすごくするお店です。では入っていきたいと思います。まあ、店内に入りますとこんな感じですね。まあ、このね、IAPLC 世界水草レイアウトコンテストの賞状、やばいですね。桁値ですね。なんと一桁っていうね、受賞されている、もうね、凄腕のオーナーさんです。めちゃくちゃやばいです。やっぱりこのね、日本のショップオーナーさんが作るタイプじゃないレイアウトを見れるっていうのは非常に、貴重な機会でしたね。やっぱりこのね、コンテストの一桁に入ってくる水槽を見れるっていうのはね、ショップさんで見れるっていうのは本当すごいと思います。いや、本当に羨ましいですね。で、日本人の方でも、一般のね、個人の方でしたら、本当にね、すごい水槽やってる方いっぱいあるんですけど、まあ、その方の水槽実際に見たいなって思っても見れないですよね。まあ、それが、このショップさんでここまでの腕がある方がやっているということもあって、まあ、実際にこのね、世界のトップクラスのレイアウトを気軽に見に行くことができるっていうのは本当にいいと思います。で、こちらのショップさんはすごくね、こう、魚めちゃくちゃたくさん置いてました。まあ、先ほどのアクアクローバーさんもそうなんですけども、まあ、やっぱりレイアウトに合う、水草レイアウトに合うような、まあ、小さな小型種中心で、まあ、一般種的な、ところのラインナップが多かったですね。管理も非常にいいです。やっぱりここまでね、うまく生態管理されていれば、お客様もね、すごく安心だと思います。やっぱりね、この、初めての方とかね、もう、生態の状態のコンディションの良し悪しとかわかんないんで、なんかね、もう、管理の悪いショップさんとかだったら、そういうのを間違って買っちゃうんですよね。まあ、それで、数日で、魚が死んじゃったみたいなことがあるんですけど、まあ、そういったことがね、こういう、素晴らしいお店さんの場合はないんで、非常に安心です。この蛍光色はね、まあ、あれですね、日本では見れない光景だったので、私的にはちょっとね、おーってなりましたね。うん、まあ、そういうのも、まあ、やっぱり海外ショップならではというかですね、面白いですね、ほんと。でね、ここのね、仮組的なところもね、またね、憎いんすよね、こういうところも、緻密なね、めちゃくちゃかっこいいレイアウトされてるんですよね。もう正直、このままね、持って帰れたら最高ですよね。こんなね、ハイレベルな、こう、構図の展示してるショップさん、なかなかね、ほんと日本でないですよね。まあ、そのあたりはやっぱり、ワールドクラスというかですね、まあ、世界には、
まあ、いろんなショップがあるんだなってことはね、今回非常に勉強になりました。やっぱりこのね、トップになるっていうのはやっぱりこの管理は当然ですし、なおかつ、水草レイアウト水槽のレベルの高さ、そしてこのオーナーさんの接客技術、接客レベル、このあたりはね非常に素晴らしかったです。やはりねこちらのねショップさんでも、この鉛巻きとかねポットでの販売がメインでした。やっぱり培養ないんですよね。やっぱりもう台湾はね本当にもう培養じゃなくて、こういう水中で育った水草で水草水槽を立ち上げるっていうのが普通っていうかスタンダードらしいです。まあ、そのあたりはねちょっと日本と違う点ではあるんですけど、まあ、綺麗にねこう育ってるんですよね。もうめちゃくちゃ管理うまくされてます。逆に、ね、組織培養で立ち上げるときってやっぱりショップ側の知識がないとお客様に提案できないですよね。カップからね見てどう育つかっていうのを頭にこう把握してないとどんな姿になるのかも分かんないですし、初心者の方は、ね、非常に難しいんですけど、まあ、こういった感じでね、実際育ってる状態が見れれば初心者の方でも選びやすいのではないかと思います。こちらねえぐいっすよね。もう本当にすっごかったです。これね映像で見てもすごいんですけど、もう実物見るとねめちゃくちゃ細かい、もうディテールのねもう何ですかね、ディテールの鬼ですね本当。うん、もう存在感がすごかったです。やっぱこういったレイアウトもなかなかね日本のショップさんでは見れないんで、貴重ですよね。うん、まあ、ここまで作り込んだディテールを作り込んだ水槽が、まあ、見れるっていうのは非常にいいです。この辺ね武勢とかねこう陰性水草あったんですけど、めちゃくちゃ武勢ありました。ちょっと値段がね分かんなかったんですけど、すごいんですよね。まあ、おそらく水草に関しては日本よりかなり単価が安くて、非常に趣味としては始めやすいと思います。ねえちょっと綺麗なブセねいっぱいありましたね。これすごかったです。まあ、環境としては本当に水草水槽作るのにすごくいいと思います。やっぱ冬もあったかいですし、まあ、そんなにねヒーター代もガンガンかからないですし、まあ、夏はねちょっと暑いと思うんですけど、まあ、冬場の管理は非常に楽だなっていう感じで、やっぱり水草水槽をやる環境としては適している国だと思います、ね、こんな感じでビカクシダも非常にたくさんありました。まあ、そのあたりねやっぱり日本だけじゃなくて台湾でもブームなのかなみたいな感じは受けましたね。まあ、こんな感じで機材もたくさん置いてました。こちらにもねシミュレーションするような木枠があったりとか、非常にねいや面白かったですね。こちらのショップさん意外とね日本のブランドの機材とかもあって、水草めっちゃ綺麗ですよね。もう何回見ても綺麗です。もう管理最高なんですよね。これ自体がね本当、水草水槽の水系みたいな感じで、まあ、やっぱ改めて見て、まあ、やっぱ組織培養の方が実際コスパも良くていいんですけど、まあ、やっぱ水中管理されてる水草もねやっぱ魅力的ですよね。もう赤色のね赤色のね有形草とかもねすっごくね状態よく育ってたんで、これ見たらね本当選びやすいですよね。まあ、この水草はこうなんだみたいなね最初から姿形色が分かるんで、このね生態水槽の中に何に流木置いてあるのとかもねちゃんとね考えてねレイアウトをデザインされてたりするんですよね。そのあたりもやっぱりセンスがありますよね。本当に素晴らしいです。まあ、金魚はね結構人気があるのか割とねここのショップさんも置いてましたね。私ちょっとね金魚はねちょっとあの分野外というかあの品種とかあんまりよく分かってないんですけど、まあかなり数はたくさんありました。まあツールとかね、機材関係も一通り全部種類があって、まあ、ここのショップさんに来れば一通り揃いますよみたいなね、ところもあって、なんとこれね見覚えありますよね水作さん。これね水作8のね商品あったんですよね。輸出されてるんですよね結構日本のねあのフィルターとか。そうなんですよ、なんかちょっと嬉しいですよね。
これリオとかね、これね上畑さんのやつであったりとか、あーとねジェックさんのソイルとかもありましたね。だから結構ね本当になんか嬉しいですよね、日本のアクアリウム用品が見れるっていうのも、まあ、それぐらい日本のアクア用品の品質とかものがいいということだと思います。はい、このような感じで今回は、台湾の台南市にある、本当に素晴らしいお店2軒の、ご紹介をいたしました。台湾についてはね本当にね日本からもうすぐにね、もう行けるもうご近所さんみたいな感じなので、まあ、ぜひ皆さんもね台湾にご旅行とかされる際あればちょっと台北の方から足伸ばしていただいて台南市のこちらの、ショップさんぜひね行っていただければと思います。こちらのね2軒の、オーナーさんお二人とも非常にねこう優しくてとてもすごくホスピタリティのある方なので、私自身もう一押しの、ショップさんとなります。でね関西からね台湾に行くときって、まあ、私ピーチ乗ったんですけど飛行機ですね。もうピーチのねあと待たされるなんかプレハブ越えの廊下みたいなのがね地獄でしたね。もう寒い寒い11月の、中旬のしかも始発の7時50分発ってやつ乗ったんですけど、もう待ち時間がねそのね通路の中でずーっとねむっちゃ寒い中ねこう待たされるみたいなね、まあちょっとねピーチのねあそこだけはね本当にねなんとかねもう少し暖房とかね空調効かせるっていただくとかね、ちょっと長いねこうベンチみたいなね置いていただくとかね、まあねそういうのがあればね本当にね快適なんですけどね、そこだけがちょっとね今回の旅でもういきなりこうあーみたいな感じになっちゃったんですけどね。まあそれでもね値段がやっぱりねジャルアナに比べて非常に安いので、まあピーチ利用価値ありと思います。私取った席というのがですね一番最前列の席だったんですけど、めっちゃ広いですね、足元めっちゃ広いんで、これねありですね。ジャルアナの値段考えたらもうピーチのいい席取るみたいなね、その関空でのねこの待つ時間はちょっと地獄なんですけど、ピーチの一番いい席取るとかね、その次に2番目にいい席取るとかね、まあそれね結構良かったですね。まあぜひね、皆さんも台湾行ってみてください。非常に快適で素晴らしいいい国でした。今後もですねこちらの、わさび水草チャンネルでは、海外のショップさんの情報をねこれからもね、ちょっとご紹介していければと思います。まあ来年もちょっとね、何回か海外に行く仕事ありますので、そのあたり行った際にはその現地のね、アクアリウムショップさんにお伺いしてみたいと思いますので、こうご期待ください。下の概要欄に今回ご紹介したショップさんの情報を載せておきますので、よろしければ参考にしてみてください。もし、他にも、台湾にこんないいショップあるよというのがあったらね、ぜひまた教えてください。私もまた次ね台湾行った時に、訪れてみたいと思います。また情報提供お待ちしております。もし今回の内容役に立ったという方がいらっしゃれば、チャンネル登録の方をぜひお願いいたします。またいいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しいです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。